とにかくでも楽しい会社を作れればいいとは思ってるので、人のためにやること、人を喜ばせたり笑顔にすること、それが仕事なのかなと思います。謎ってやっぱり誰もが好きなものなようで、確立した子が高度に協力し合うところにいい仕事ができたり、新たなこうものが生まれたりするんだと思います。ダメかもしれないって思ってどう伝えていいかわからなかった。やっぱり強く来られちゃうとシュンってなっちゃうんでごめんねみたいになっちゃうんでそれがダメだったんだなと思って。基本はやっぱ人なんじゃないかなっていう、やっぱどっちかが心開かないとお互いは開かないんで、だからもう本当に距離が近いっていう感じですね。そっちの方がこう、ね、幸せじゃないですか。こう会社が良くなってその分還元もできるし社会貢献もできるし。